氷川神社は、東京都杉並区公園寺南にある神社。通称は、公園寺氷川神社。境内社に、気象神社がある。社殿に、源の頼朝が、欧州征伐の際に当地に立ち寄り、足立と黒を森長に命じて、社殿を建立させた。また、あるいは、随犯していた、村田兵部号が当地で機能し、大宮工備より干渉して、社殿を建てたとも言われる。 また、九伝によれば、天文年間に、野道鳥山りや公園寺と、同時期に開かれ、公園寺が、当社別当寺となったとされる。しかし、資料が後に火災により消失しつまびらかでない。公園寺村正明元況の鎮守となり、新編武蔵国風土機構には、女子四段三世十歩、外に、友面一段五世、正明原にあり、これも、鎮守なり、 本社三尺四方南向い、上谷二軒二十三軒、木の鳥居を立つ村内公園寺の持ちとある。明治時代になると村社になったが、第二次世界大戦による戦災で社殿が消失。現在の社殿は昭和四十六年に再建されたものである。また、九百四十八年には、全国でも唯一と言われている、気象神社が当神社に遷座された。 例大祭はもともと9月18日に行われていたが台風などによる悪天候が多いことから1958年8月27日28日に変更された。気象神社祭神は八位試験命。元は馬橋四丁目にあった大日本帝国陸軍の陸軍気象部の構内に1944年4月10日に造営されたものである。 この神社前で勤務前に、気象観測員が気象予報の的中を祈願したという。戦後の浸透指令で撤去されるはずであったが、連合群集協調査局の調査漏れで残存した。そこで当局に申請して、払い下げを受け、1948年、当時は9月18日だった霊体祭の際に、現在の氷川神社に遷座した。老朽化のため、 戦愚55年記念として2003年6月に再建。例大祭は6月1日の気象記念日に行われる。一般の知名度はさほど高くなかったが、気象予報士の制度が始まると、日本で唯一の気象の神様として気象予報士を目指す受験生などに存在が知られ、合格祈願や改正祈願などで参拝されている。ありがとうございます。